再開していこうか。これさ、ギリシャ行けみたいな感じで言ってたけど、先にデスプレ使っとくか。デスプレ使って、そもそもギリシャが船使って行った方がいいのかな。どの辺にあるのかよくわかんないよね。ここの、この大陸から行けたっけ。通行止めやってる、あ、いるね。大姫様よくぞご無事で、皆さんもありがとうございました。戻れるか。え、ちょっとやってみるか。いいえ、まだそれよりギリシャ行けませんか。行きましょう。ギリシャってさ、どこだ。この辺なんじゃないの。いや、あれか、ここの右側が多分、そうか、こっちから行けるか。で、画面切り替えちゃったからデスプレッシャーの効果がなくなったんか。こんな雑魚が3体で出てくるっていうことは、多分デスプレッシャーの効果失われた可能性が高いんじゃないか。あー、で、ヤシャが何かしらの状態異常食らってるけど、継続されてるかな。継続されていない。で、どういう理由で継続されてないのかは謎だよな。モブキャラだと状態異常が継続されないみたいな、そういうのがあるのかもしれない。あれ？いや、これあれか、ペルセポリスみたいなとこつくとこだよね。いや、だからここは違うんだ。でもさ、上に行けないんだよ。上に行くためには橋を渡んないといけないし、他に行ってない大陸ってこっちからもこれ行けないもんな。まあ、一旦海を経由して、そもそもここが多分ペルシャ湾あたりか。どういう経路で、いや、エジプト経由していくのか、ヨーロッパの地理がピンと来ていないっていうのもあるんだけど、構造がわかんねえ。で、また敵が出てきてしまってるんだけど、これは、いや、海に入ることによって効果なくなってるとかかな。まあ、そのままとりあえずこのスエズ運河か何かはわかんないけど、この海の中を経由して、まあ、行けそうなところ行くか。あー、新キャラだな。なんかワニなのか海蛇なのかよくわかんない謎の携帯をしたやつが出てきたんだけど、そこまで強くはない。おばさんだけフォワードにしてるけど、そのおばさんですら今そこまで致命傷を負ってるわけではないから。で、エンカウントがちょっと激しい気もするから、またデスプレ使うか。海の上だとデスプレッシャー効果がないみたいなさ。あー、そういうことか。この場所では使えませんってことは、海の上は関係なく敵が出てくるっちゅう、そういうことか。またさっきのカニみたいな、エビなのかカニなのかわからないけど、まあ、可愛らしい目してるよ。あ、フォルムが長沢くんの頭みたいなフォルムして、まあ、そこから上に目玉出てるけど、まあ、愛くるしい見た目してると思う。この新世紀オデッセイリアにおいてはゆるキャラ的な立ち位置確立してるような、そういうキャラクターだよな。で、今回のパートもコーラを飲みながらやっていくぜ。うめえよな、コーラ。おばさん、ああ、これでも十分回復するか。で、3で、ヤシャ3で、ルース。まあ、これで一旦体調をいい状態に戻して、あ、これエジプト方面じゃない。地中海っぽいところが出てきてるから、多分そうだな。左上にあるのは多分地中海だと思うけど、で、また新キャラ出てきた、犬の剣士みたいなやつ。そんな強くないっぽいな。普通にワンパンできてるってことは、このターンで倒してるってことは、ハイパーオートモードを解除したとしても名前を確認する術がなかった。4体出てきて経験値が211ってことは、まあ、実際そんな強くないでしょ。で、ギリシャはいけないの。
今微妙な立場にありますエジプトと交易を行っていたのですが、援助を受けたペルシャとは敵対する国同士、したがって武器を持たぬ商人のみここを通すよう言われています。残念ですがキュロス王直々のご命令ですので、ここはお引き取りをお願いできますか。キュロス王そんなこと言ってんのか。いや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 、じゃあ何戻れっていうのか。行けなくない、もうギリシャに行けみたいなこと言ってたけど、もう完全に道が封鎖されてないか。今右下に映ってるのもうさっきの大陸だよね。さっきの地下の番兵みたいなやつがいたと思うんだけど、そこだと思うんだよな。でここあれだろう、テーベだっけ、エジプトの都テーベ。いや、テーベに来たとしても意味はないんだよな。むしろどうやってギリシャの方に行くのか。今もうギリシャに行く術が、しかもどういうわけかこっち側に出ちゃってるし、これさ、前にあれだっけ、なんだっけ、ダッパだっけ、ダッパがいた洞窟、ダッパがいたっていうかダッパが出てきた洞窟があったと思うんだけど、あの名前忘れたけど、誰かのお風呂だよな、雷病にかかってうんぬんみたいなこと言ったやついたと思うんだけど、そいつがいた場所だよな。そいつがいた場所の近くに来てると思うんだけど、あの洞窟に行ったらまたもしかしたらダッパに再会することができるみたいなさ、もう何、全体技みたいなのをやられてるけど、そこまで全員が致命傷を負ってるわけではない。この顔そこまで強くないよな。何回か戦ってると思うんだけど、でセリアが何かしらの状態異常になってしまった。毒以外の状態異常ってカラスになってるな。おばさんのプルートでいいか。カラス直して、まあついでに敵が出てきてるから、まあ、デスプレ使って、エンゼルウィングっていうのも攻撃技的なやつだと思うんだけどさ、あれなくなってない洞窟、あー、いや、あるわ。あ、待って、この洞窟ってもしかして墓、あ、墓じゃない、墓っていうか、え、うわー、亡骸になってる。え、なんで猫はいるんだよ猫なんでここで生活してんだ。だってご主人がいないと餌とかどうしてる、自分でネズミと捕まえて食ってるのか。ゴロゴロニャン、ゴロゴロニャンとか言ってる場合じゃないよ、この屍はねえよ。肉体が滅びようと、わしの魂はここにある。案ずる中で、死することを恐れるのは、定め。しかし、悔やむことには必要ない、で、ないのじゃ。はぁ、あ。ここの右下の方にあるのがあれか、ファラオバレーか。でも今、ファラオバレーに行く必要性は、多分ないから、どこ行ったらいいかまたわかんなくなっちまったな。ギリシャに行けとか言われたけど、そのギリシャに行くためのルートがないよね。こっちも完全にこのアフリカ大陸だろ、だってアフリカ大陸をどうこうしろって言われてもな、完全に道塞がれてるからどこにも行けないでしょ。まあ、だからこの大陸に来る必要性っていうのは多分なかったんか。おぉ、あの犬っ子5体で出てきたけどよ。まあ別に大して強くはない。まあ一応名前書きましょうか。ただこのターン多分死ぬよ。使い魔の攻撃ですら普通に死ぬから、まあ後方にいる、あ、無理だった。まあおじさんが先、おじさんじゃない、おばさんが先頭に立ってる以上、そうだよな、フォワードにいる以上攻撃も当たるし、そりゃ死んじゃうよね。いや、しかしレベル37か、もう中盤、全体の中盤ぐらいまでは多分来てるよな。まあ今のところその中国方面も行ってないし、もしかしたらその辺、あ、待って待って、ここ移動できるのか、その辺に行くのが正解なのかもしれん。で、前にここあれだよな、モーセの実家か何かで海が真っ二つに割れたイベントあった場所でしょう。で、ナイル川は行っても意味がないから、いやー、謎だよね。
あ、色違い。出てくるタイミング早いんだよな。別にそんな、あーいや、まあ、そんなにか。なんか今すげえ音鳴ってたけど、なんなの？こいつの特殊技みたいな行動したのかな。まあ、気になるから見ておきたいんだけど、あー、これくたばるか。セリア一回回復。セリアが行動する前に、そもそもなんだけど、戦闘が終わるっていう可能性、大だよな。当たるかな？おお、防御してる。ヤシャ。ヤシャの攻撃力、まあまあいいね。あー、くたばっちゃった。これでもどっかのタイミングでおばさん回復しておかなかったら気づいたらおばさん死んでるっていう、そういう悲しい状態になるからな。まあ一度、待て待て、セリアで。まあ読んでいいか。はいはい、オッケー。3で。3で、6。まあこんなもんだろう。今回のパート、めちゃくちゃ探索することになりそう。で、デスプレッシャーの効果が多分切れてるな。あー、でも大丈夫かな。なんか死んじゃいそう。オートモードせっかく解除してるけど、魔法使ってみるか、久しぶりに。魔法使って、ヴィーナスとか使ったことないよな。で、ルースも今、サターンとか使えるか。ヤシャはダーク、まあ、それぞれがどういう効果があるのかいまいちピンときてないんだけど、マーキュリーが炎みたいな技だったよな。スカラベ効くかな。スカラベってあれだろう、割合ダメージみたいなやつなんじゃないの。おお、ルース、ウォールマンが現れた。で、今度ヤシャがダークホールやってる。おーおー、石化させた。おー、スカラブ成功してんじゃん。で、割合ダメージだけど死ぬのか。麻痺攻撃みたいな敵がしてきたのか。瀬戸のしもべ。あー、でも確かに瀬戸だな。瀬戸ってエジプト神に犬みたいなやついると思うんだけど、そいつの下僕だから、まあ、こいつも犬みたいななりしてる。おお、ウォールマンっていう、なんか召喚したやつが身代わりになってくれたよ、みたいな。サターンだっけ？ルースが使った技だよな。ルースが使った、ダークかサターンか、そんな闇系の名前の技だったと思うんだけど、それを使ったら、敵の攻撃を防ぐことができますよっていう、そういう、類の魔法なのか。まあ、HP とか消費しないで使えるんだったらいいよな。MP 使うだけで済むんだから、まあ、ポケモンのさ、身代わりよりかはいいよね。ちょっと待って、右に行きたいんだけど、これもしかして、やっちゃった？俺さ、これもしかしてだけど、一回でもこっち入っちゃったら、二度と戻れないみたいな、そういうこと？ここだって過去のあれだよな、イベントあった場所でしょ。あ、そういえばここさ、今どうなってんの？もう奴隷とか解放してるんだから、ここの奥、あ、もうなんか門番みたいについた。あそこから出れば東の方に出れんのかな。はあ、痛えを助けてくれ、勘弁してくれ。いや、もうシャレ神戸になってる状態でどうやって喋ってるのか謎なんだけど、こっちにもいるね。辛い、ああ、いっそ死んでた。いや、もう死んでるだろ。あ、行き止まり？シオンの契約とは我々だけあらず、神々同士の契約でもある。あの、シャレ神戸だけ、ちょっと哲学的なこと言ってるけど。はい、お前ら。ここを抜ければ東の土地に出られるよ。しかし、どうしてここの警備を任されなきゃならないんだ？お化けが出るっていうのに、ああ、やだやだ、王子はブルブル。あれ、お化けなんだ。あの骸骨たち、わあ、びっくりした、脅かさないでくれよ。ただでさえ置かないところなんだから。この出入り口かい？そうだよ、シオンとの交易のために作ったんだとかなんとか言ってるけどよ。いやいや、デスプレッシャーの効果切れんの早すぎなんだよ。で、
新キャラ出てきたらあいつの色違いじゃないの？あの前に戦ったことあるよね、あのブローのブチャラティみたいな見た目してるやつの色違いだよね。経験値美味しいね。いや経験値美味しいのはありがたいんだけど、肝心のギリシャに行くための方法を教えてほしいところなんだが。でデスプレ使って、いやもうこれ以上上いけないからな。何かしらの俺は 何かを見逃してんのかな。まだダメだもんな。え、でもギリシャに行くルートってこっからしか行けなくないか。まあ、また船乗ってちょっとあちこちまだ行ってないところ見て回るか。あ、待て待て、ここさ、あ、ダメか。細い水路をうまく辿っていけますよみたいなさ、そういうのを期待したんだけど、もう思い違いだったな。でアンモナイト、こんな色だったっけ。前戦ったやつの上位5巻かな。いや前戦ったやつこんな色だったか。久しぶりに戦うからちょっと色が分かんなくなっちゃってるよね。いやしかし海の上であれだよ、デスプレッシャーが効果ないのきっついな。こっちの南亜、南亜の方はどうなの。南亜っていうのはあの南アフリカな、南アフリカのこと南亜って言うじゃん。で俺ここの大陸の探索ってそこまでした記憶がないんだけど、そもそも道がないけど探索してないよな。あの緑色のクローバーみたいな大地の場所に行きたいんだけど、あ、これ行けないか。そも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 行けねえわ。インド洋から出ることができない。え、中国思いっきりって行ってみるか。まあ、中国方面が、まあ、ギリシャに一度行ってみようみたいなこと言ってるけどさ、ギリシャに行く手段がねえから、いや俺の探索は甘いだけかもしんないけど、いやーどうだろう、中国行くのはやっぱ良くないか。もうちょっとそのさ、ペルシャ周辺を探索すれば、あのタッパーに会えるワープルームみたいなやつあったと思うんだけど、あそことかも探索の仕方が甘いだけで実は行けるっていう可能性もあるのか。いやまたあれだよな、迷子界になってるよね。これインドでしょ。インドの、まあ、チグリス・ユーフラテス川あたりを今うろうろしてると思うんだけど、いや言うてもう道がないぜ。で今回もサムネ映えするようなイベントがとりあえず起きてないから、今のワニみたいなやつがもしかしたらサムネになってるかもしんない。でディスプレイを使って、ここそうだよな、あいつの実家でしょ、あの ルースの実家だよね。で東の方のその ペルセポリスにも行けないし、あーワープホーラーの下か。こいつもこいつでバンペイがギリシャへ行けませんか言ってるし、いやあのワープホールみたいなところにまだ行ってないのかな。陸路では行けないのかな。いやそもそもあれか、海伝って行ったとしても山あいに囲まれてるから行けないのか。俺あの大陸部分行ってないよね。でここの森は特に関係ない。はい、でまた船旅。地理的にここなんだよ、ここの大陸なんだけど、ああ色違いのカニが出てきた。
でもこいつも戦ったことがあるような気がしなくはない。あー全体は使ってくんの。いやてか戦ったことないか。ちょっと強いよね。1体しか死んでないから。全体技か。セリア一回おばさん回復させよう。で、トールじゃない、トリートの4でいいかな。3でもよかったかもしれないな。で、一旦回復入れて。おばさん安定の強さだよな。やっぱフォワードに出しててこんだけのダメージ与えるのがいいよね。ワプクフラグみたいな名前だった。てか、ヤシャも意外とあれだよな。バックにいるのに攻撃、まあまあ高いな。で、バックかフォワードかはあんまり関係ないか、命中率が違うだけか。ダーとか言って、槍か何かでついてるような感じだけどよ。いや、ガンガンレベル上がってくな。ここ道ないもんな。もうギリシャに行く手段ここぐらいしかないぜ。道が完全に塞がれてる。ここ大陸としては何アフリカ、何大陸なのかもようわからんけど、ここ完全に道が塞がれてる。いやこれもいやまだ いけないよね。一瞬行けるかなみたいにちょっと思ったけど、他と違いもあるし。懐かしいな、ただのクソザコナメクジのバブルストライクのやつって思ってたけど、意外とワンターンで倒せてない。攻撃が外れただけかな。経験値全然ないよね。俺だよな、31ってあそこまで低い経験値は久しぶりに見た気がするが。でスプレー、いやでもこっち側も行けなかったら本当に罪だよな。俺なんかフラグ立ててないせいで、あのワープホールに行くことができなくなってますみたいな。いやそんなんなってたら罪だよな。いやでも待って、船で行けるとこもうなくねえか。であまりにもわからなさすぎてちょっと攻略を見てしまった。攻略見たんだけど、なんかテーベに行ってな、ハトシェっていうやつと話して船を移動させるみたいな、なんだかよくわかんない情報が書いてあって、まあとりあえずがテーベに向かうしかないよな。だからさっきの行動は微妙に正しかったっちゃ正しかったのかもしれない。で、あ、待って、でもテーベに行くんだったら、こっちからテーベって行けないか。海を経由して、いやだから海経由するんだったらまたあれだろう、もう敵が、うじゃうじゃ湧いてくるだろう。いやでもこれ、移動してる時に敵が出てこないってことは、効果は継続されてんのか。効果継続されてるっぽいな。陸で使って、まあ、ダンジョンとかもそうなのかもしんないけど、一回陸に上がってから使って、そっから海とかダンジョンに入れば、まあそこの場所では使えないけれども使っていた効果が継続されて敵が出にくくなるよみたいな、そういうことなのかもしれないな、この感じ。だから今また敵が出てきたから、いやちょっと待って、出たいんだ。でここでデスプレイを使って、はい、で船に乗ってもこれで敵が出てこなくなりますと。ん？テーベでいいのか。ここか。ここにいるハトシェっていうやつがどこにいるかだよな。情報収集だよ。あ、そっか、王様とかもあれか、世代変わってるから違うのかな。機体船で行きたいって、あ、村人で話しかければよかったじゃん。無理を言っちゃいけねえよ。まあ丘にあげて運ぶんならできるかもしれないがね。そうだ、ファラオに頼んでみるといいぜ。昔と違って今なら条件次第で何とかしてくれるかもしれないぜ。
はあ、やっぱりあれだな、世代が変わってるからちゃんと村人にも話聞いた方がいいね。ペルシャのスパイがこの町に現れるらしい。何でもキュロス王のバカ息子とか言われてんなるす。どんな間抜け面してるか見たいものだわ。はあ、はあ、いや目の前にいるんだけど、それに関しては特に何も言わないのか。んーで、多分王様に話しかければいいんだろうけど、ファラオは怒られる。そのファラオの名前がさっき俺が言ってたやつの名前なのかな。まあ、一応全員に話しかけるか。ハトシェ、そうだ、ハトシェ様はファラオではない。しかしその権威をもって我々はこう呼ぶ、女王様と。女のあれなんだ、女王なんだ。またハトシェ様は少し変わった遊びがお好き。私は遠慮したいがね、中にはそれを望むところが増えている。困ったものだ。なんかバトルするみたいに書いてあったような気がするから、一旦あいつに話しかけて、なんか虐待してる虐待してるシーンがチラッと見えてしまったんだが、ちょっとセーブをしておいて イベント始まったな。いかにも女王様みてえなやつがいるわ。西岡澄子みてえな、そんな感じのなりしてるわ。わらわがハトシェじゃ、願いがあると聞くが、ファラオはお昼寝の時間なのじゃ。わらわが変わって聞くぞ。あのハトシェさん、私たち女王様とお呼び女は嫌いじゃ、そこの男、そっちが話せ。いえ、ルースタッチいえ、この方はどなたと存じ上げるんですか。あの、ペもうペルシャ王の息子だみたいな感じのことを言おうとしてんのかな。セリアさん、やばいよそれは。敵の国だよここは。ひそひそ敵の国なのか、なんかあんまりこういう関係がどうなってるのかよくわかんないんだけどさ、このゲーム。そうでした、すみません。ペが何なのじゃ。うねうねら邪魔じゃ。その男を残しに従っておれ。ていうか男今ルース一人しかいねえのか。ルース頼んだよ。おい冷たいぞ、おいで、なんだったら俺ヤシャの声もどんな声だったか覚えてねえわ。さて異国の男よ、そっちたちの望みをなんじゃ言うてみ。東から船に乗ってきた。ギリシャへ行きたいんだが船で渡れなくて困ってる。ふむ、海を渡るためにはここへ船を置いておけるというわけか。ほうほうほう、他愛のないこと。よろしい、わらわの力でなんとかしようぞ。日頃鍛えられた人足がたくさんおる。船を一隻運ぶなど、たやすいことじゃ。おおほほほほ。人足ってなんだ。本当か、だが、なんかあるんだろう、見返るというか、そんなのが。あたりじゃ、良いのは、見てくれだけではないようじゃの、頭もが。おおほほほほ。そなた、身分の高い育ちじゃな、態度でわかる。そういう生意気な男をわらわの前にひざまずかせ、虜にする。それがわらわの趣味なのじゃ。おおほほほほ。いえ。なんかやばそう。仕方ない、助けるか。はい、それお仕置きじゃ。女王様とお呼び。BGM が穏やかだけどさ、やってることはあんまり穏やかなことやってないんだよな。現れるまでね、時間かけすぎじゃない。なんかもうオードリーの春日みたいな感じでよ、すんげえゆったりと現れてきたけど、あ、こいつか。なんかサムネで見たことある。てか乳首出てない、大丈夫。あとおばさん、あ、おばさん混乱しちゃったな。おばさんの混乱を一旦解除しようか。混乱避けるのってなんだっけ。ハーブで回復するか。ちょっとおばさん混乱してんのはあんまり良くないな。あー、まあこうなるわな。あー、毒麻痺盲目か。もう一個の方か。シャームの方か。やらかしたな。これ大丈夫かな。またおばさんが変な行動して誰か死ぬ可能性があるから。うわ、マジおばさんボンクラだな。うわ、最悪だ。いや、セーブしておいてよかったな。これ死ぬ可能性あるぞ、ここで。あ、まあ、幸い攻撃力そんなに高くないから、混乱してもそんなに痛くない。で、敵も、
攻撃力はそんなに高くない。二人とも混乱だな。まずはセリアをどうにかしない限りはどうにもなんないから。今セリアの混乱解けたのか。いやーやめてくれ。いやでも逆に死んだことによってあれだ、いやこれはいいチャンスだぞ。死んだことによってただ灯籠を使うだけで蘇生られるから、これはいい傾向なんじゃないか。よしよしよし、果たして自分自身でこいつリカバー唱えられるのか。いやおばさんはとりあえず攻撃で、ヤシャはシャームでルースで、セリアお前は通るでとりあえず回復。いいね、混乱してるけどやってくれてる。でいいぞ、3678万ダメージはありがたい。あーでムチ振り回してる、物騒な攻撃してくんな。で今全員が健康になってるから、この隙に回復のトリート最上級、これを全体がけ。これ全体がけだったらトリートの最上級でも多分全回復はしないと思う。まあこんなもんか。まあでもある程度回復したから大丈夫。いやいやいやきついて。ルース、あ、ルースかこれ。足がどれだけ速いかだよね。まあセリアは足遅いから大丈夫だと思うんだけど、あー、いやーこれはダメだ。あ、オッケーオッケー、早い。まったかよ、脳天爆発、脳天爆発でロックがスカイマーに格殺入れるみたいな、そんな感じか。ヤシャはどうしよう。いや先に蘇生した方がいいかな。ヤシャはそこまで攻撃力高くないから大丈夫だとは思う。今混乱自然に解けたんだな。あやめろお前。いや混乱自然に解けるのを待つか。ちょっとおばさんは脳筋キャラで頭ちゃんとしてるキャラが攻撃に行った方がいいと思うから、これで自然に押しとしないっす。とりあえずおばさんが混乱してなければどうにかなると思う。おばさんの混乱だけは一番あってはならない。でここでいやー誰か死にそう。一旦回復入れて、あ死んだ。あーよかった、だいぶ怖かった。でモンスターを点滅したと。よしよしよし、また画面がちょっとバグっちゃってるけど、あー玉ひゅんだったぜ。はい、痛ぶりより痛ぶられる方が快感だったとは、わらわは満足じゃ。とんでもねえ発言してんな。そうじゃない、おしいが約束じゃ。そなたのあの船運んでやろうぞ。もう何も勇気が起きない。あのルース様、ギリシャ行く前にシオンへ寄ってくださいませんか。シオンってどこだっけ。シオンもよくわかんないんだよな場所。じゃあ後でググるわ、このパートももうじき終えるから。そうよね、あれ以来帰っていないものをみんな心配してるよ。私も構わないけど。そうだな、あのじいさんを安心させてやろう。シオンにいるじいさんって誰だ。はい、とりあえず船には乗ってるけど一旦降りて、時間もそろそろいい頃合いだからここでセーブして、ちょっと次もどこ行ったらいいか分かんないから、そのシオンっていう町と何をしたらいいかを調べておいて、ってことで終えよう。次回に続く。